はい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、あのジャンポケ斎藤氏の大炎上に関するお話なんですけど、一体どんなことをしていたかっていうのが、かなり具体的に明らかになってきたんで、今回その件についてね、見ていこうと思うんですけど、まあ、正直元光はこれを見て、ジャンポケ斎藤氏は同意があったというふうに言ってはいるんですけど、それは同意じゃなくないかっていうふうに思っちゃいましたね。そしてロケ スケバス内で複数回にわたってその流れがあったということでちょっとびっくりだったんですよね仕事中に何してんだよみたいなまあ、そしてそれに付け加えてですね被害女性がまあ被害を受けたっていう時にですねすぐ家族に LINE でメッセージを送ってたみたいでまあ、嫌な思いをしていたという証拠があるみたいなんですよねもう完全に詰んでんじゃんっていうような話なんで今回その件について、ね、見ていこうかなと思います元道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきます いいねと思ったら是非チャンネル登録もよろしくお願いしますということで、まあ、元光もね何回も動画でお話ししてきたんですけどもうジャンポケサイトが完全終了だーっていうようなそんな話なんですけど、まあ、刑事罰がつくかどうかっていうのもかなり苦しそうなんですけど、まあ、そんな なんかですね、こんな感じで文の人が言うにはですね、ジャンポケサイトの女、2回やってお礼 LINE までして、3回目で急に警察と文春に売り込むってどういうことだよっていうことで、まあ、これ女性が悪いんじゃねえのみたいなね、そんな言い分があったんですよね。LINE 公開してほしい、えー。ジャンポケサイトがかわいそすぎるよって、そもそも本当に嫌だったら3回も密室2人きりにならないようにしろよっていうことで、まあ、この報道だけを見ていく とですねこんな感じで1回目2回目3回目ということで2人きりになる時があってですねまあ、この3回目が警察は3回目が不動異成功にあたる疑いで捜査したということだったわけなんですよね1回目2回目の2人きりは問題ないのになんで3回目で急に文書に売ったんだよっていうことでね言われててで斉藤メンバーはですねこんなことをね言ってるんですけどお礼のメッセージが届いてたんだよっていうことで、まあ、その 1>, 1回目2回目2人きりになった後にメッセージが届いてたとだから同意の上だと思っていたと言ってるんですよねで彼女は嫌な素振りは見せておらず別れ際もまたよろしくお願いしますねと言われたとだから相手も全然同意の上だったよというような言い分なんですけどただねめちゃめちゃ詳しくいろんな情報が出てるんですけど明らかになってきてるんですけどその内容がねさすがに斎藤氏それは無理がある じゃないのかっていうようよなね話が上が上ってるんでかなり詳しい記事を見ていこうと思うんですけど、1箇所目のロケ終了後にキス、女性はすぐにと、ジャンポケ斎藤がロケバス内でやったことということで、内部情報って書いてるんですけど、まあ、これ、えー、2ページ目からの記事になるんですけど、ここからで分かるんで、1個目ね、1箇所目のロケ終了後にキスだと、2箇所目終了後にということで、警察関係者は話す、被害を訴えている女性 英子さんは20代のタレント兼インフルエンサー事件は関西のあるテレビ局の番組のロケ中に起こったことです新宿区内でのロケで複数のスポットを訪れるという内容だったと言います10月10日発売の週刊文春でもそのロケの件は報じられており7月30日に新宿区で行われたロケには英子さんのほ他大原タレントのヤスコも参加ロケバスは2台で斉藤と英子さんがヤスコとは別の車両で休憩 する場でまあっいういこここでででででのののの話っていうのはこの7月30日のロケななんんすすねここで初対面なんですよ2人ってで、まあ、いろんな記事とかの情報があって初対面なのに前から連絡先を交換してただとかわけわかんないことになってたんですけどこの流れ見てったら全部解決するんで前室の警察関係者は続けるということでロケは2つの場所を守るものだったといいまず最初に異変が起こったのが1つ目のロケ書。 終了後斎藤と A 子さんがロケバス内で2人きりになるタイミングがあったそうで2人で談笑しているうちに斎藤の気持ちが盛り上がっていきその流れで斉藤が A 子さんにキスをしたと言いますと、まあ、さっきの文春法の図で言うとこれでロケがスタートしますよって朝ロケスタートで昼過ぎには終了ということで2人きりになる瞬間が3回あったとで今の1回目のロケ終了後というのはここに当たるんですよね まあここでキスをしたぞというような話なんですけど、A 子さんは初対面の斉藤と仲良くなれたという喜びはあったものの、まさかキスをされるなんて思っていなかった。いや、そりゃそうだよね。はい、仲良くなりましたってなったからって急にキス。初対面の人だよ。驚きと相当なショックを受けたそうで、女性はすぐに自分の家族に LINE でそのことを報告したといいます。だから A 子さんの LINE をたどれば、証拠があるということでしょう。ということで、え、斎藤さん からキスされたんだけど、まあ、その時に喜びの感情で LINE を送ったのかそれはねはっきりその家族との LINE 見ればわかると思うんですけど、まあ、ここに書いてる通りショックを受けていたのであればうわやばいことされたよっていうことでね家族に LINE してるんだと思いますただ相手は有名タレントでロケの中心人物その場で騒いで大ごとにしてロケができなくなるのはまずいと思いキスされたことは忘れるようにして2箇所目のロケに臨んだと言いますとまあ インフルエンサーでこれから有名になりたいとか仕事をやってるんであれば、まあ、キスだけだったらちょっと我慢しようかなってなったんじゃないのかなと思いますで斎藤の妻瀬戸はインスタで相手の方からも好意があり SNS をフォローしたり連絡先を交換していたことは事実と綴っていたが1つ目のロケ終了後に SNS をフォローし合ったり連絡先を交換したということかということでまあその日 で言うと初対面で、その最初の時にこういう交換をしていたというだけみたいなんですよね。 まあこの話を追っていくとですね、一、まあ、日での話なんであれば、ちょっとなんか、まんざらでもなかった被害女性もっていうのは難しいんじゃないのかなと思いますけどね、起訴され、ショックを受けつつも、A 子さんは2カ所目のロケをこなし、無事に終了、そしてロケ終了後に出演者がロケバスに戻り、斉藤が車内で被害をすることになったと言います。ロケバススにには外から車内が見えないよう窓にスモークを張って でありますが演者が着替える際にはさらにカーテンを閉めて外からの目を遮断すると、まあ、着替えのためにねこうした見えないようになってるわけなんですよねそんな最中に斎藤が A 子さんにもう大丈夫だから入っていいよと声をかけたそう。それで再び斎藤と、A、子さんが2人 キリになったと当然ながらカーテンが閉まっているので外からは見えませんし運転席と後部座席の間もカーテンで仕切られていたのではないでしょうか1つ目のロケ終了後のキスからの流れもありサイトの気持ちは盛り上がっていたのかその場で A 子さんに自分の下半身を見せたといいますそして手で触らせその後はスポーツ紙などでも報じられているような流れになったと。まあ、なのでこれ 流れが1日の間に起きてるわけなんですよねだから前から SNS をフォローしたりしてたんだっていうのはちょっと と無理があるんじゃねえのかって思っちゃいますよね。相手がまんざらでもなかったっていうそんな理屈にはならないかなと思います。で、職場ロケバス内での行いに芸人会も呆れだと。だが、ほどなく番組スタッフもロケバスに乗り込んできたといい。一連の行為はそこまで長い時間行われたものではなかったという。しかし、コメントを出しているように、A 子さんが受けたショックは計り知れないと。まあそりゃそうだよね、A、子ささんは起訴れたた時点で大きなショックをを受けていたもののロケを成立さ させないとという思いからサイトの行為をスタッフに報告することなく自分の胸にしまって仕事をこなしたと言いますということでもキスの時点でショック受けてて LINE をしている証拠があるというふうになるんだったらもうこれちょっと無理があるよね。 ただ、ロケ終了後にさらにショッキングな出来事が起こってしまったということですね。後日、やはり許せないとなって、被害を警察に相談し、現在に至ると。斎藤の一連の行いで、そのロケ VTR もお蔵入りになっていますと。ただ、ここまでのものは、英子さんの被害報告、斎藤には反論があるということですよね。っっててて、まあ、そのののの言い分っていいい分ううががこれなんんだだとと思うんですけどロケの後にね被害女女性から俺のメッセージが届いていただとか彼女は言 嫌な素振りは見せておらず別れ際ギアもうまたよろしくお願いしますねと言われたと言ってる ですけどただの一日だけだったらそれは相手に都合合を合わせただけっていうふうにも見えますよねさすがにそれだけで同意してたっていう話にはも元みさん無理なんじゃないのかなと思いますけどね特に家族へ送った LINE っていうのが決定的なものがあるのはもう詰んでるんじゃないのかなと思っちゃいますけどね斎藤はトラブル発生時から一貫して不同意ではなかったと主張しているという妻の瀬戸も夫を信じ一方的な行為ではなかったと主張しドライブレコーダーやカメラの解析を 捜査当局に求めていいるとととうことだとでもその上で書類送検なんじゃないのかなと思いますけどねだが斎藤がロケバス内でやったことには芸人界テレビ界からも怒りと失望の声が出ているといやそりゃそうだよね。 これが不同意なのかどうかとか関係なく仕事中にさ、えー、3回2人っきりになって1回目はまず初対面の人とキスをしてるっていう時点でもかなりやばいんですよそこからさらにやばいことやってんだからさそもそも斉藤さんは妻子アルミでありますし昨年8月と9月に2度にわたって不倫スキャンダルを報じられていましたからねってそれにやはりロケバス内でというのが信じられない話ほんとそうだよね 仕事のバスだよ。ロケバスに乗ってるということは仕事中なわけですからね。って。10月7日放送の「ゴゴスマ」、「ゴーゴースマイル」に出演したタレントの大久保は、斉藤の騒動について、ちょっと前にあった不倫騒動とはレベルが違いますから、なんで踏みとどまれなかったのかなと言及。さらに、ロケバスってことなんで、きっと仕事の途中だと思うんですよね。その時にこういう状況になんでなってしまうのか、すごいなんか悲しい、悔しいですねと疑問を呈していたと。いや、ほんとそうだよ。な なんでって感じだよね。仕事中の職場でそんな行為をしたわけで多くの芸人仲間やテレビマンも呆れ厳しい目で見ていますそれは太田さん大竹さんの声明からも垣間見えますよねっていやさすがにね不倫とかの領域超えてるよね10月8日午後トリオの残りの2人太田と大竹が声明を発表太田は17年間皆様に洗いを届けるため3人で頑張ってきましたがこのような形で応援してくださる皆様を裏切ることになってしまったことが本当に悔しくやりきれない 思い,でいっぱいですと。おたけはなんでこんなことになってしまったのか。強いいらちと悲しみがこみ上げていますと。怒りや悔しさをにじますだと。同意があったのか、なかったのか。その他にも、斉藤さん、サイドにはいろいろと言いたいことがあるのでしょうが、それにしたってあまりにもなことをやらかしてしまったわけで、周囲の失望感は非常に大きいですね。っていや、ほんとそうだよ。あと2週間後、10月26日に42歳になる男は、あまりにも軽率な行動によって、甚大な代償を払う ことになっっっててしまったって、まあ、正直元光もハニトラとかの可能性も考えていましたけどもうちょっとこれは無理があるんじゃないのかなと。 思いますねまあ、ただ唯一あるとしたらロケ後のメッセージだとか、まあ、ロケ中にもしかしたら LINE とかやってたかもしれないんでその内容にね女性から誘いに行ってたような LINE があればまだわからないですけどいやキスの時点でショック受けて家族に LINE してたっていうのは決定的な一台になるんじゃないのかなと思いますでそれで、まあ、有罪とかになったら懲役5年以上ですからねもう本当に完全終了してしまうんじゃないのかなと思ってます ということで今回のお話は以上です皆さんの意見もね是非お聞かせいただけたらなと思います元水のチャンネルではジジニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったら是非チャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました